スズメの槍は、小柄な野草である。早春に方を出す。スズメの槍は、単子葉植物イグサ科に属する植物である。見かけはイグサには似ず、小柄なイネ科植物に見える。茎は短くて地中にあり、地表には根室用だけを伸ばす。葉は、イネ科植物のような線形の細長い形で、緩やかに曲がって、断面は浅いユーになる。葉は、 緑色でやや艶があり、円に沿って長くて、白い毛がまばらに生えている。また、葉の先端がすらりと細くなるのではなく、先端の部分が細いながらも厚い棒状の形になって終わる。日本産の同族のものは、ほとんどがこの特徴を持つので、ここに気をつければ、花がなくても見分けがつく。3月頃に葉を伸ばす。10センチメートル以の細長い家系が伸びて、 その先端に花が登場に集まる。見かけ上は、個々の花は、はっきりせず、赤つ色のくす玉のような塊がついているように見える。塊は一つ、あるいは二つくらいに分かれており、時には短い柄を伸ばしてその先により小さな塊をつける。なお、家計の途中には一枚の包容がつく。この花の塊は、よく見れば一つ一つの花がはっきりしているので、 稲カに見られるコボとは異なる。個々の花は六枚の花碑がある。花碑は先が尖った楕円形で紫褐色をしている。花碑が開くと中からは黄色くて大きな薬が顔を見せる。花碑は果実になっても残り緑色の果実の下側を包むようになる。この花碑と薬が結構目立つので早春に姿を見せる野草として結構親しまれている。 和名はこの方毛ありに見立てたものである。別名に芝芋というのと、スズメのヒエというのがあるが、スズメのヒエは稲荷植物に、それを標準和名を持つものがあってややこしい。芝芋は芝所で根に小さな芋のようなものを生じるためと言われる。日本では南西諸島より北の全土に分布し、海外では中国からカムチャツカ半島、東、シベリアまで分布する。 よく似た種に山スズメのヒエがある。外見はスズメの槍そっくりで花軸の先端から複数の柄が伸びてそれぞれの先にも果樹をつけるのが特徴である。ただしスズメの槍も一つの果軸から数個の果樹を出すことがあり、正確な童定には花の構造を詳しく見る必要がある。他に禁煙種が数種ある。全体の姿はやや似ているが、 スズメの槍のように、果軸先端に登場に集まった果樹をつけないのが、ぬかぼし草の類である。果軸先端からは、多数の枝が伸び、それぞれの先に花を一つずつつける。個々の花が小さいため、花が咲いていてもスズメの槍ほどに目立たない、地味な草である。これも、類似のものが他にもある。山スズメのひえ、おスズメのひえなどは種子を取り出して、 種枕の比率により同定する。同定の際には他についたち、果てとか皮辺の長さ関係などをチェックすることもあるが、この辺は、郊外絶晶の類の同定と共通する。見られやすい種の中では、ぬかぼし草は、やや湿った場所、スズメの冷えは乾いた場所で見やすい。ぬかぼし草の仲間には根茎を伸ばして繁殖するものがあり、黒ぼし草と呼ばれる。 他、宮間ぬかぼし草などもあるが、どれも実は、スズメのヒえとつくものに比べ小さい。各地山道や谷間の道端に生えているが、気づかれることは少ない。また、鉱山に生育する高スズメのヒえは、少数の花が登場に集まったものを数個つけるもので、葉先は細く尖るなど、他のものとは異なる点がある。実の粒が、比較的小さく黒っぽくこなすのでスズメのヒえの、 仲間では見分けやすい。排末帯などで見られる。ブナ帯上部まで見られる山メの冷えとは、住み分けていると思われるが、白びそなどが生える、阿ウ山帯の、ややら地の雰囲気のある、環境あたりが、識別に際してのグレーゾーンとなる。北方系の修国要素も多く、大雪山に見られる小米カボシや、本州中部以北の鉱山帯で見られる、雲マスズメのヒエなどは、 北半球での分布は広い。なお、カヤツリグサカスゲ族のヒメスゲは、温帯性のスゲで、本州では、産地帯に生育するが、結実した頃の姿が意外にスズメの槍の結実したところとよく似ている。この属の植物は、世界では、温帯から亜寒帯にかけて分布し、60から80種あるとされる。日本に、約10種ある。多くは日本から、北のアジアにかけて、 種によっては、北半球全域の温帯にまたがる、広い分布域を持つ、代表的なもののみを挙げる、イグサカジャンコチ。ありがとうございます。